はい。ということで、芸人小屋健太でございます。僕はですね、こうして徳島県のいろいろ YouTube に載せてるわけでございますが、まあ、あのー、暗いわな。<laughs> 何しか暗いのよ。徳島つまみ食いのコーナーを今からやるわけなんですけども、つまむところが果たして見られるのか、そういったこともね、ポイントになってくるかと思います。 たこ焼きアホ屋というね、えー、徳島と大阪だけのチェーンなんかな多分ね。えー、それの、ん、徳島ら最近できてて、行ったらね、美味しかったんですよ。うなので、それを紹介したいということなんですけども、なんとですね、えー、紹介するの、たこ焼きではございません。えー、こちらですね、ちょっと開けようか。えドドンと、えー、いうことで、ペチャ焼きっていうのがあるんですよ。これを紹介したくて。 めめちゃめちゃゃしてうまいんですよすごいなんか今ダダ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 みたいになったけどめちゃめちゃうまいんですよまあ要はえこれ潰してあるたこ焼きやと思ってくれたら畳んでるみたいなイメージですねなので早速食べていきたいと思いますいただきますうん餅マジでうまいよね僕お好みとか食いに行っても餅絶対トッピングするぐらい好きなんですよ ちょっと暗いとこで食べてて怖いんですけどね。絵的にあれなんですけど、めっちゃ美味しいから。うん。うみょーんやから、お餅が伸びるのよ。うん。マジ正月。まぁ、あ、ね、徳島県内だけでね、多分3店舗ぐらいあるんですよ。わかるもうちょいあるんかな知らんけど、なんかね、急に現れて、なんかふらーっと入って、たこ焼き食べたら美味しくて。 ほんで、ペチャ焼きってなんぞやということで、行ったったんですよ。あ、これペチャ焼きもええやないのということで、まあ、どっちかだと,と珍しい、えペチャ焼きの方を紹介しようかなということで、こんなことなっとるから、ニョローンやからうん。えー、ということでね、あのー、今日行った店舗。ほんまは、めちゃめちゃ、パジャマ可愛いけど、学校で尖っとるし、 それあんまバレたらないし、家誰も4番みたいな姉ちゃんがね、あの、焼いてくれましたけど。<laughs> うん。はい。ごちそうさんです。ま、ごめんなさい。ちょっと暗いところで食べたら、あの、やっぱりね、こう、移りがあんま良くないから食べ物の。あの、申し訳ないけど、ほんまに美味しいんです。アホや。名前もいいでしょう。 徳島ってたこ焼き屋さん非常に多いんですよ。粉もん文化やから。えー、ラーメンもそうやしな。お好みとかも多いわ。うん、とにかく粉もんが大好きなんですよ。徳島県民。だからね、僕も紹介したいたこ焼き屋さんとかお好み焼き屋さん、あとラーメン、うどん。むちゃくちゃ多いんですよ。ただ あのー、もう今はもう紹介できんというか潰れてもだみたいなとこでね、あの、したいとこもあって、たこ焼きの中川っていうとこもあったんですよ。そこはね、あのー、秋田町から近く、二軒屋に抜けていく方左側にね、えー、あったんですけど、そこのイカ天がバカクソうまくてね、<laughs> 100円だよ、一本。イカ天を輝そうすくぐらしてあるというやつなんですけど、めっちゃ美味しくてね。 あとはもう焼いたたこ焼きを英字新聞でくるんでくるケンタコとかね。えー、そんなもあったんですけど、まあまあ今はないということで残念ながらいけない。ただ、徳島県内めちゃめちゃ美味しいたこ焼き屋さんとかまだまだありますんで、この企画使って紹介していけたらなと思います。徳島にはね、あのー、ベイビードールというアイドルがいてるんですよ。 ベイビードールのレオリン。<laughs> レオリンがね、レオリンのあわタコクエストって言うんでいろんなたこ焼き屋さん巡ってるんです。あれ呼んでほしいな。レオリンの横に小屋んも入れてほしいですね、えー。ということで、まあ、今回は以上でございます。また美味しいもんがあったら紹介します。皆さんもコメント欄にて教えていただけたら助かるなということで、以上です。ありがとうございました。 ちょっとあのお姉さんの例え間違っとったかもな。あのー、学校で喫煙所でみんなにもプロムテックスぐらいやったらタバコやめとか言いよ。のに、家では匂い気にしてプロムテックスいいよ。みたいな感じの人でしたね。こ <laughs> んなこともないんやけど、ありがとうございました。めっちゃ頑張ってました。